ここニューヨークエリアで真夏の大作戦を結婚する時が来た。暑すぎる夏をすっきり過ごすには簡単だ、雪を降らせればいい。というわけで我々が開発したのがこのフリーズレイ発生装置。これがあればいつでもどこでも雪を降らすことができるのだ。青い線よりこちら側は相当な雪を浴びることになる。線より向こう側の諸君、その様子を見てスッキリするつもりだな。なかなか賢いクールな考えだ。うまいすぎる。さあ雪を浴びたいなら青い線より前に来てくれ。大丈夫か？我々は準備万端だ。ラプリンターパパキよし、それじゃあ行くぞ。スイッチオン。給水タンクに水が入っていません。あ、水を入れておく係は？90%、 大きくなってただいまの給水率
真を撮るときは横からではなく正面からよろしくな。優しい声をかけてあげてくれよ。いいか、そして写真はゲストのみんなの手を助け合って取り合いっこしてくれ。ゲストゲームカメラは忘れずにね。僕みんなスノーパーティーはまだ終わっちゃいないぞ。ゲストや人気を浴びるかもしれない。皆さん、その時は別に入れてはいけないカメラや携帯電話はしっかりとカバンの奥にしまっておいてくれ。それでは続いて写真をスタート。カメラや携帯電話がカバンのアウトにしまっておいてくれ。それで
ないっていう子いるか。あ、ぽくない、ちゃんとぽく入れてよ。よし、みんな水まだ残ってるか、少なくなってる。よしな、最後にもう一回雪降らせるぞ。よし、みんな向こうからも雪降るからな。向こうの人もこっちも水に濡れてはいけない。カメラや携帯電話はしっかりとカバンの中に入れといてくれよ。そんなことさあ